宮島誠二郎、宮島誠二郎、1月20日昭和38年9月6日は、大正、昭和期の経営者、財界人、大義士、元日新房関社長、会長、元日本工業クラブ理事長、栃木県麻生郡飯田町に、佐野商業銀行頭取などを務めていた、実業家、小林翔太郎の次男として生まれる。宇都宮中学時代は、社いじめなど、 問題行動が多く、急を据えるためか、10ヶ月ほど休学して、東京の商店にデッチ暴行させられたことがある。この時の経験が、後に働く者の立場を重視する姿勢を寛容したものと思われる。第四高等学校を経て、1906年、東京帝国大学法科大学政治学科を卒業し、住友別紙工業所に入社する。なお、東大時代は、 父の知人である、岩崎誠七の推薦により、岩崎の親友である、社会主義者、片山千を保証人にしている。住友入社後間もなく東京宝石社長、田村利七の地遇を得、1910年娘森子と結婚、利七の実家である宮島家の養子となる。同時に、東京宝石に入社し、専務取締ま役まで昇進する。1914年、 東京宝石が天ヶ崎宝石に吸収合併されると退職し、岩崎誠七の圧戦で、根津財閥系の日清宝石に、専務取締役として迎えられる。1919年に社長に就任。石橋を叩いて渡る、四季の厳格な合理主義的経営を推進し、交付協の波に左右されない、宝石業界屈指の有料企業に育て上げた。 また従業員の待遇改善にも意を注ぎ、1929年には業界でいち早くシニア創業を廃止している。1930年代以降は幅広く経済界で活躍するようになり、1938年に朝日新聞や河川業界が中心となって国策パルプが設立されると関係者筋から広く押されて社長に就任した。この仕事で当時経営者として 駆け出しの水野茂を、南紀一を見出し育てていった。1940年、60歳を機に、日清坊社長を、和しを平に引き継ぎ、会長に就任する。1945年、日清坊会長を退任し、社長に、当時まだ41歳の桜田岳を昇格させた。戦後は、水野茂を、桜田岳、小林中がら門下生を休校し、 帝大同期の吉田茂政権の支援体制の確立に尽力。1949年の第3次、吉田内閣祖閣時には、大倉大臣のポストを打診されたが故事、代わりに池田隼人を推挙し、自らは日本銀行政策委員に就任したまた、1948年には日本工業クラブ理事長に就任、就任務める。百五十一年、 ネズ育英会理事長、1959年、ネズ美術館理事長、1963年9月6日、老水により逝去。去年84、遺言によりイジ女君は見送られた。感謝法恩をザウの命とし、製品な生活態度を生涯貫いた。工業クラブ理事長時代、メンバーより洗面所でお湯が使えない特徴が出ても、水で手を洗っては、 冬が越せないような老人には、企業経営の厳しさには耐えられないから遠慮なく、退いてくれと言い放ち取り合わなかった。終戦直後の1950年には、母校宇都宮高校に、鉄筋コンクリート製の図書館を寄贈、当面の維持費まで寄付するという心遣いを見せた。図書館は、法音館と名付けられ、現在も在学生に利用されている。 父の小林翔太郎は上野村の旧家で、資産家の小林家の長男として生まれ、佐野商業銀行頭取、小林銀行社員、小林合名会社代表、利根発電監査役などを務めた。兄の小林誠一郎は、鉱山業を営み、星徹の配下として絹川水力電機の重役なども務めた。学府は原良三郎。妻の姓は田村利七の娘。 結婚後、夫と共にリナナの成果である深川中町の坂丼や宮島家の夫婦養子となる、生の妹の夫に、なるせ通る、宮島聖二郎大伝観光会編集。ありがとうございます。